NUSAT をご覧の皆さん、こんにちは。芸術学部放送学科3年、梅原澄人です。日本大学のテレビ局 NUSAT では、学内の出来事を各キャンパスと全国各地の付属高校の皆さんにお伝えしています。それでは最初のニュースです。今年、本学は創立120周年を迎え、その記念シンポジウムが開催されました。9月26日、法学部本館大講堂において、日本大学創立120周年を記念して、日本大学の未来を考える新たなる挑戦をテーマとしたシンポジウムが開かれました。本学は来月10月4日、創立120周年を迎えることになります。誠に意義深いことであり、ご同敬に足りません。四半世紀先の目標となるビジョンは。田中理事長の開会の挨拶に引き続き、酒井総長が日本大学の戦略的課題と当面の取り組み、創立120周年にあたってと題した基調講演を行いました。教育理念である自主創造教育の条件を整備し、部下校における規模の適正化、合わせて教育の質の保障と向上を徹底することにあります。少なくとも2025年までには、組織の大きな改革を含む本格的な人口減少社会への対応を考えなければなりません。これからのシンポジウムをあそこに示しますように、続いて牧野常務理事をコーディネーターに、日本大学の未来を考える新たなる挑戦をテーマとしたパネルディスカッションが行われました。今手をつけないと、つまり25年四半世紀先ぐらいの目標をきちんと立てて、そこから逆算して今何やるべきかと、まあ、そこで文系としては、どこから取りつこうかというふうに考えたわけで、パネリストは文系が経済学部の平野教授。高い研究に裏付けられなければならない、まあ、総合大学の強みを生かし、まあ、複数ある理系学部の連携強化。理系が理工学部の前野教授。まず総合大学の強みということですが、まあ、多様な学生を有する。西学園ということで、ちょっと一般の学部と違いまして。医師薬系は歯学部の大塚教授。衛生士というのはものすごい求人があるにもかかわらず、18歳の子どもたちは見向きもしないような。大学院独立研究科は大学院グローバルビジネス研究科の坂田教授。いろんな社会の例えば政策などの変化がございました。それに対応しながら光り輝いていくように、150周年には大きな大学になっていなければならない。そして付属高等学校等が桜ヶ丘高校の佐久山校長の5人、それぞれが問題提起を行いました。私たちは政府に日本大学をもっと進めたいんですけども。そして質疑応答。生産と工学は何が違うのかと言われて、過去の生徒の進路指導とやはり大幅に変えなきゃいけない。客席を交えた熱い討論に、この日集まった850名が明日の日本大学を考える有意義な時間を過ごしました。まずは流れを作る。日本大学の流れを。いわゆる実際のブランドを作るためのまずは雰囲気作りから始めてもいいんじゃないか。日本大学精神というものを小学生から未来を見据えて、しっかりとした課題を招いてない。他の大学の追随を許さないと、そういう動きがそれはこの大学の中にいくつもあるというふうに思うんですね。本日はありがとうございました。またこの日は特別展示会も開催され、酒井総長もシンポジウムの前に訪れました。会場には本学120年の歴史や学祖山田昭義先生を紹介したパネルのほか、先生自作の茶碗や愛用した品々が展示され、訪れた人たちは日本大学120年の歴史に思いを馳せていました。
ご存知のように、本学は今から120年前の1889年に創立した日本法律学校が前身となっています。日本法律学校は現在の法学部。次は法学部創設120周年記念式典の話題です。10月4日、ホテルオークラ東京アスコットホールで法学部創設120周年記念式典と祝賀会が行われました。受付となったロビーには学祖山田昭義先生を紹介したパネルなどが展示され、法学部120年の歴史を改めて感じさせていました。式典ではまず杉本法学部長が挨拶。この120周年という大きな節目となる日、輝かしい伝統と歴史を誇るこの日本大学法学部に奉職している校風に感謝しなければなりません。時には厳しく叱責し、また時には優しく、私たちの進むべき道をご協力くださいますようお願い申し上げまして、私の挨拶といたします。法学部の歴史を振り返ることはそのまま。続いて酒井総長が式辞を述べました。当時の日本の社会は欧米の近代法律の導入が急がれ、同僚私立大学の前身である法律学校が多数誕生しました。我が国独自の法律文化を確立するという確固たる理念に基づいて実践されたことを我々は忘れたらならないし、また大いに誇るべきであるというふうに思います。本当に。そして来賓の小沢一郎衆議院議員から祝辞をいただきました。その間多くの人材を世に送り出し、この日本の発展のために大いに貢献してこられたわけでありますが、どうかこれからも先生方教職員の皆様もとよりですけれども、学生の諸君、そしてまた私ども同窓の一員としても、みんなで力を合わせて盛り上げていきたいな、そんなふうに考えておる一人でございます。また海外学術提携校のカリフォルニア大学ヘイスティングス法科大学院学長代行のリオ・マルチネツ教授。 It is my great honor to present brief remarks on the occasion of Nihon University's 120th anniversary。 ヨハネス・グーテンベルク大学のペーター・フーバー教授。そして学祖山田昭義先生のご子孫、山田昭信芸術学部教授からも祝辞をいただきました。素晴らしい席で杉本先生、山田先生、日本法律学校を学祖のことに触れていただいて本当に感動いたしております。式典の最後は全員での校歌の斉唱でした。ご承知の通り。続いて行われた記念祝賀会では田中理事長が祝辞を述べました。設立されたものであり、法学部120周年の歴史はそのまま日本大学120周年の歴史ということができます。現在の優勢をもたらすに至られた法学部の教員および諸君、こういうこれを支えてこられた法学部関係者に対して心から敬意と感謝の意を表します。日本大学と法学部はますます現地で世界に発信できるような大学にしたい。それを記念して乾杯させていただきます。乾杯。そして田中理事長の乾杯の発声で祝宴に移りました。この日は法学部120年の歴史を振り返っただけでなく、法学部の新しい飛躍の一歩を踏み出した日となりました。創立120周年という節目の年を迎えた本学と法学部。
付属高校でも節目の年を迎えた学校があります。昨年創設50周年を迎えた三島高校では新校舎の一期工事の完成に合わせて創設記念式典が行われました。10月26日、静岡県三島市の国際関係学部8号館の講堂で本学付属の三島高等学校の創設50周年記念式典が行われました。式典では三島高校中学校の2等校長が挨拶。この霊峰富士を仰ぐ三島学園の地に創設されました日本大学の建学精神である中道の精神を基盤として自由と規律を掲げ教育方針といたしました。50周年を契機に。続いて国際関係学部の佐藤学部長が挨拶。新たな時代を担う人材の育成に邁進したいと思います。記念すべき年に在籍されている生徒諸君とそのご父母の皆さん。酒井総長が式辞を述べました。心からお祝いを申し上げます。50年の歴史を振り返りますと社会の動向を的確に捉えて積極的に教育改革を実践してまいりました。来賓を代表して静岡県知事の代理で出席した県民部文化学術局の下山局長から祝辞をいただきました。教育を実践する私立学校として発展され本県の人材育成に大きく貢献されてきました。生徒代表の言葉は三島高校生徒会長が述べました。50周年という記念の年を迎えることに喜びを感じております。最後は吹奏楽部の演奏で校歌を斉唱しました。式典終了後、会場を国際関係学部大講堂に移し、記念祝賀会が行われました。一歩一歩目標に向かって切り開かれていく道のりであることを固く信じるものであります。二等校長の挨拶に続いて田中理事長が挨拶。50周年の祝賀会を開催できますことは日本大学にとりまして誠に光栄であり皆様に心より厚く御礼を申し上げます。機構におかれましては静岡県の私学随一の名門校として常に。来賓を代表して三島市長の代理で出席した落合副市長と三島高校同窓会今井会長から祝辞をいただきました。今後も同窓会活動をより大きく進めていきたいと思っております。三島高等学校がますます発展されることと本日ご列席の皆様のご健康を記念いたしまして乾杯いたしたいと思います。ご視聴はお願いいたします。乾杯。勝山副総長の乾杯発声で祝宴に移り地元静岡県の料理が振る舞われました。祝賀会の会場には駅伝などで活躍を見せた保健体育審議会陸上競技部のメンバーもお祝いに駆けつけました。箱根全日本よろしく、応援よろしくお願いいたします。祝賀会終了後新校舎の見学会が行われました。参加者は生徒の案内で一般教室のほか美術室や音楽室、CAI 教室など8月に完成したばかりの真新しい施設を見て回りました。また生徒の琴の演奏の披露やお茶のサービスもありました。
生徒から花や手作りのクッキーをプレゼントされた酒井総長、満点の笑みを浮かべていました。今回はアニバーサリーの話題が続きましたね。さて、秋といえば学部祭のシーズンです。今年も11月3日の文化の日を中心に各キャンパスで盛り上がりました。その中から芸術学部と医学部の様子を紹介します。まずは私たちの芸術学部芸術祭です。今年のテーマは万パーク、日芸生×あなたイコール万博。日芸生でしか実現できない万博というコンセプトのもと、芸術が爆発するという意味です。所沢校舎での最後の開催となった今年も、キャンパス内では様々なパフォーマンスが繰り広げられました。遠くへ行こうよ、ごまかしてみても。こちらはメインステージ。ダンスパフォーマンスやロックコンサート、ミス日芸コンテストなど多彩なプログラムで盛り上がりました。メインステージの隣の円形ステージでも様々なパフォーマンスで盛り上がりました。テレビスタジオではシチュエーションコメディやバラエティ番組などを公開収録。放送学科の学生が日頃の成果を披露しました。ラジオスタジオとキャンパス内を結んでの公開生中継も行われました。このステージで原田さん、今回何をやるんですか？はい、こちらはですね、もちろん模擬店の屋台も連日大盛況でした。こちらは似顔絵の屋台、芸術学部らしくていいですね。今年はなんと白米ではなくターメリックライスを使用しているんです。ご賞味あれ。メニューです。続いては医学部推進祭、看護専門学校の若木祭です。今年のテーマはスマイル。地域の人たちに健康への意識を高めていただき、健康を実感し笑顔で帰っていただこうという意味です。目玉企画は体育館で行われた一日総合病院。身体測定のほか、肺活量や骨密度、血圧などを測定。医学部ならではの企画で、訪れた人たちはちょっとした健康診断気分、健康への意識が高まったようです。また板橋区のブースでは HIV の予防について考えることができました。他にも在宅介護のコーナーや小さな子どもたちのためのお医者さん体験コーナーなども設けられ、有意義な時間を過ごしました。グラウンドではフリーマーケット、その隣では健康維持のためのウォーキング教室が開かれ、体に良いフォームやスピードなどを学生が指導していました。ステージでもコンサートやダンスパフォーマンスで盛り上がりました。胃袋の心の叫びを聞いていただきたいと思います。物心ついた時にどんなに苦しくても。心臓血管外科の畑先生のバンドユニット胃袋のライブは大盛況。夕暮れ近くまで医学部キャンパス内はにぎわっていました。医学部も盛り上がっていましたね。いかがでしたか？これからも NUSAT では各キャンパスの学生や教職員、そして付属高校の皆さんにホットな話題をお届けします。楽しみにしていてください。